欧州議会議員は欧州連合で直接選挙が行われて組織される立法機関である欧州議会を構成する議員。欧州議会議員は欧州連合において各国議会の議員と同等の機能を持つ。一部の加盟国では欧州大議士とも表現される。欧州議会が設立された当時は議員は加盟国政府によって任命されていた。 その後1979年以降は直接、普通選挙で選出されるようになり、加盟各国ではそれぞれにおいて、欧州議会議員の選挙方法を制定している。2014年5月以降、欧州議会議員の数は751となっている。選挙は5年に一度、普通選挙に基づいて行われる。選挙制度については統一された方式はなく、 加盟国ごとで以下の3つの原則に反しない限りにおいて自由に選挙方法を採用することができる。各国の議席配分数は低減比例の原則に基づくものとなっており、すなわち各国の人口規模が考慮されるものの人口規模が小さい国は厳密な配分数よりも多く議席が割り当てられている。また、 基本条約に関する協議で定められた各国の議員数について、加盟国間で割り当てに関する正確な方式は定められていない。各国の議席配分数の変更には、全加盟国政府の承認が求められる。国内議会と比較すると、欧州議会は議員の入れ替わりが大きい。2009年の選挙後で初めて欧州議会議員となったのは、 全体の49.8%であった。その一方で、欧州議会の最初の直接選挙が実施された1979年から欧州議会議員を務めているのは一人しかいない。一部を除くすべての欧州議会議員は、同様の政治思想を持つ各国の政党が集まって、組織される院内会派に所属している。ドイツの二大政党を例に見ると、 ドイツ社会民主党に所属する議員は、社会民主進歩同盟に、ドイツキリスト教民主同盟所属の議員は、欧州人民党グループに加わっている。ところが、欧州議会における会派の構造は、ほとんどの国での議会会派のそれとは大きく、異なっている点がある。欧州議会議員規則では、すべての議員は、あらゆる負託に拘束されないと謳っている。そのため、 欧州議会会派の規則の拘束力は国内議会の政党におけるそれよりも緩やかなものとなっており特定分野の案件では欧州議会で一つの会派を構成している特定の国の政党の議員番や議員個人が会派の方針に反する意思を示すこともある。さらには会派の意思決定も会派の執行部で行われるのではなく会派内で議論されて決められている。 そのため議会内や会派内で役職を持たない議員にも欧州議会内で政策を進めるにあたっては影響力を持っている。また、政党会派とは別に議員個人にも議会内での権限が多く保障されている。欧州議会議員は議員としての活動にかかりきりになることが多い。各月の一週間はストラスブールでの本会議に出席し、残りの三週間の大半は ブルッセルで議会の委員会、会派の会合、本会議に出席することになる。これに加えて、地元選挙区との関係も維持する必要がある。議員が議会と選挙区を頻繁に行き来することは、国内議会の議員においても問題となっていることがあるが、欧州議会議員の場合はその距離が長いために、その負担の程度は国内での状況よりも大きいものとなっている。 議会関連の職務を行うと、欧州議会議員には週に数日しか時間が残されておらず、その間にそれぞれの選挙区での活動を行い、また選挙区の組織や地方、国政の政治家、財界、労働組合などとの関係を構築しなければならない。このような時間的制約のために、欧州議会議員の多くは選挙区での問題対応のために大勢のスタッフを雇っている。 欧州議会議員の多くは自宅を出身国ではなくブルッセルに置いている。これは議員が選挙区で過ごす時間が限られており、家族と過ごす時間を確保するためである。また、欧州議会議員の権限は国内議会の議員に比べてはるかに小さいものである。ため、出身国内での公職の経歴は国内議会の議員に比べても低いものとなっている。 欧州議会議員には、それぞれの出身国の議会下院議員と同額の歳費が支払われる。このため歳費の額は議員によって大きく違ったものとなっている。2002年には、イタリア出身の議員には13万ユーロが支払われたが、一方で、スペイン出身の議員には、そのおよそ4分の1の3万2000ユーロしか支払われていない。 ところが2005年6月、欧州連合理事会は、欧州議会の提案を受けて、再費規定の単一化に合意した。これにより2009年の選挙後に就任した欧州議会議員には、月額で7000ユーロが支払われる。さらに、批判を多く受けていた、議員活動経費に関する規定も改められることになっている。一部の加盟国内からは、 欧州議会議員に対して経費を個人の利益として受け取っているという批判がある。そのような批判を対別すると支払額と支払い方法に向けられている。経費の支払額に関しては議員規定によるとイギリスの国内議会の議員よりも内容として劣ったものとなっている。事務所経費を見ると欧州議会議員はイギリス議会議員よりも44%多く。 受け取っているが、これには通信費や備品などの経費が含まれている。イギリス議会議員に支払われる事務所経費には通信費などは含まれておらず、別途無制限に支払われている。支払い方式についても、欧州議会議員に支払われる地元とブリュッセル間の行き来にかかる航空運賃について、実際に支払われた額に関係なく、通常料金を支給している。この額は、 ファーストクラスではなくエコノミー料金であるがブルッセルを発着する格安航空会社を利用すると支給額は過剰なものとなる。この他にも現行の欧州議会議員の監査は抜き打ち的なものであり定期的に行われるものではないことに批判がある。この監査制度が不十分であるとして一部議員は自主的に独立した機関に毎年の自身の監査を実施させている。 欧州議会では再三にわたって、歳費や経費支出に関する制度を改めることを提起してきた。試行錯誤を繰り返した後、2005年6月にようやく欧州連合理事会との合意に達した。この合意は2009年7月以降に適用されている。各議員は収入や支出に関する会計報告を行い、毎年その内容を公表し、またインターネット上で 閲覧可能にするることとされている欧州連合の待遇、面積に関する規定により、欧州議会議員は出身国内においてその国の議会議員と同等の待遇を受けることが定められている。また他の加盟国内でも議員は現行犯逮捕を除いて身柄拘束や司法措置を受けない特権を持っている。また現行犯逮捕についても、 当時国によって処分撤回が行われることもある。欧州議会議員のおよそ3分の1は国内議会の議員を務めたことがあり、また10%以上は閣僚を経験している。1999年の選挙で選出された議員のうち177人が国内議員を経ており、また6人は首相経験者、3人が欧州委員会委員の経験者であった。 また地方での政治経験者も多く選出されていた。またこの他の経歴を見ると、裁判官、労働組合代表、情報番組の出演者、俳優、軍人、歌手、スポーツ選手、政治活動家などを経験した人物が選出されている。欧州議会議員の職を退いた後も別の政治の職に就いている。最近のヨーロッパ諸国の政府首脳も、 欧州議会議員を務めていたという人物が多い。一人の人物が国内議会と欧州議会のそれぞれの議員を兼職することは一般的には推奨されておらず、また多くの加盟国では禁止されている。しかしわずかながらも国内議会の議員を兼職している欧州議会議員もおり、例えばサララド・フォードやエマニ・ニコルソンは共にイギリス自由民主党所属で、 イギリス貴族院議員である。またヤンペーズリーは、欧州議会議員、イギリス庶民院議員、北アイルランド議会議員を同時に務めていたことで知られている。2004年に選出された議員のうち、女性が占める割合は35.3%で、1979年の16.5%と、比較するとこの割合は2倍以上となっており、また、 国内議会の割合とも比較すると高い数値となっている。国別ではフィンランドが61.5%となって、おり最高、マルタが0%で最低となっている。最年長議員は1928年6月20日生まれのジャンマリー・ルペン。最年少議員は1987年11月12日生まれのアナシュプリムダールビスキセンである。この他にも、 以下のような著名人が議員となっている。以下のような人物も議員を務めていた。欧州連合への加盟が内定している国では、実際の加盟に先立って多くのオブザーバーを欧州議会に派遣している。オブザーバーの数と選定方法は、加盟条約に定められている。オブザーバーは、議論に出席しまた招聘されて参加することもあるが、投票やその他の権限は、行使できない。 出身国が正式に欧州連合に加盟した後、オブザーバも次回の選挙が実施されるまで、正式に欧州議会議員となる。このため一時的に定数が、基本条約等で合意された上限である750を上回ることが起こりうる。実際に2004年には5月1日に10カ国が欧州連合に新規加盟し、これらの国からの議員を受け入れた結果、 欧州議会の議席数が788まで増えたが、翌月に実施された選挙で732に削減されている。2005年9月26日から2006年12月31日まで、ブルガリアが18人、ルーマニアが35人のオブザーバーを送っている。この時のオブザーバーは、各国議会が合意した上で、与野党から選定されている。2007年1月1日、 一部の入れ替わりがあったもののオブザーバは正式に欧州議会議員となった。リスボン条約の発行時は暫定的に定数が754となった。2009年6月の選挙ではリスボン条約の発行を見込んでニース条約の下での定数の736に加え18名のオブザーバを選出したがリスボン条約の発行によってこのオブザーバは 正式に議員となったためである。近い将来に予測されるオブザーバーに関する議論は、北、キプロスからのオブザーバー派遣を認めるかについてのものである。これは、トルコ系キプロス人を受け入れ、また対話の開始と孤立の緩和を目的としたものである。これが実現すればトルコ語を欧州連合の公用語とすることについても、議論となる。 北、キプロスからのオブザーバー受け入れについては、まだ正式に提案されていないが、欧州人民党、欧州民主主義グループはこれに反対している。現在キプロスに配分されている、議席数は、キプロス全党の人口に基づいているが、欧州議会には、ギリシャ系キプロス人しか議席を持っていない。ありがとうございます。